始まりました、まるごと必勝チャンネル土曜版。今日は安田記念を解説していただきます。さあ、昨日もお聞きしたんですが、ジャスタウェイは乗り換わりでも大丈夫でしょうか？はい、毎日王冠をね、去年、柴田義人ドッキーの手綱で2着してますけどね、そこから天皇賞を勝ったわけなんだけど、その間にね、単純にね、ジャスタウェイってね、急激に強くなったと僕は思うので、当然、ヒストミジョッキー、毎朝間以上の手応えをね、またがった瞬間に感じる可能性が高いのではないかなと思います。戦力だとそんなにいけないと思うんですがね、当てる必要もないですしね、ベテランの方が落ち着いて乗れるんで、私も能力出し切れると思います。乗り換わりというのは戻ったというふうに考えれば不安ないと思います。じゃあベテランの技に期待したいですね。ここでネット競馬のユーザー投稿型予想大会、ネット競馬チャンピオンシップからユーザーの皆さんの本命をチェックしていきます。やはりジャスタウェイが圧倒的です。他にはマイラーズカップを勝ったワールドエース、3歳馬のミッキーアイルといったところが人気ですが、ターゲさんどうですか？ジャスタウェイ、130のレーティングで、この位置づけ、当然、世界でもその位置づけであっていいと思うんですよね。だけどジャスタウェイより単純に強い馬が、能力のある馬が、時計をレコードで かけるような、馬がいる可能性は僕はありますし、そんなに差があって単純なものかなと思う。レーティングの難しさというのはそこでね、私も丹下さんもジャスタウェイの130納得ですよね、はい、ただし他の日本馬は絶対もっと高いって、それがマイル戦って限定したらジャスタウェイに接近してる馬いっぱいいると思います。だから実は難しいんだけどね、うん、はい、ありがとうございます。さあ、この番組の名物コーナーです。柏木さん、丹下さん、今回も金銀銅の札で出走馬を切ってください。グランデッザ、柏木さんと丹下さんどちらも銀、これ願望が入ってる銀なんですよね、うん、アグネスタキオンの、3区のね、最大でもしかしたら最後の後継者と目された大輝ですからグランデッツァってそんな能力は本当はあったんだよなっていうのはあると思います、うん、脚本ファン克服して、で前回芝使ってきた、その時にグランデッツァの能力を評価した人は安田記念は勝っていいですな、もっと良くなると思います。あの、柏木さん言わなかったけど、ちなみに宮古路ステークスパンと本命打ってました。私もちょっと乗らせて勝った。はい、では続いてミッキーアイル。冷たいね。いや NHK もあるお互い、ね、普通に勝ちそうに言いましたけどね、うん、それはやっぱり、54キロだったら3馬身、ね、有利じゃないか、後半だって多分、軽い筋量は参ったものが有利じゃないかと言うけれど、でもやっぱりね、多分短期でいけてもね、若さという能力は冒険っていうか解体量はあると思うんだけれど、うん、一番こう測りきれないまだね、はい、まだ未知だから、で筋量有利で前回勝ったけど必ずしも完勝ではなかったという上昇の魅力もあります。ミッキーアイルの能力誰もが認めている。ただしあの NHK マイルカップの勝ち方で安田記念勝ち負けしたら他の子は面目丸潰れでしょう。でそういう力関係では全然ないと思います。ジャスタウェイどうすんだよ。ジャスタウェイ